焙煎したタンポポの根。タンポポコーヒーは、焙煎したタンポポの根から作る飲料。代用コーヒーの一種。パッケージ化されたタンポポコーヒー名前に、コーヒーとついているが、コーヒー豆は使用されていない。タンポポには、クロロゲン酸化合物が含まれており、風味や飲み口は、コーヒー豆で作ったコーヒーに近い。カフェインを含まず、不眠症患者や子供、妊娠、授乳期の女性でも飲用できる。また、二日酔いや肝臓、便秘に良いとも言われる。なお、中国医学でタンポポ根は、清熱解毒、利尿の成分として、他の木薬と共に煎じられて飲まれているが、焙煎は行われないので風味が異なる。タンポポ茶と呼ばれる場合もあるが、焙煎されていないものを指す場合もある。市販品も出回っているが、家庭でも作ることができる。19世紀アメリカ合衆国で考案された。1830年代のニューヨークアルビオンに作り方の紹介記事が掲載されたのが最初と言われ、スザンナ・ムーディがカナダの森で暮らした体験を綴ったラフィング・イット・イン・ザ・ブッシュにも紹介がある。1886年9月のハーパーズ・ニュー・マンスリーマガジンでも紹介され、安価な代替嗜好品として知られるようになった。また、コーヒー豆の供給が困難になった第二次世界大戦の交戦国、特にドイツで代用コーヒーとして広く飲まれた歴史を持つ。原料となるタンポポの主根タンポポの根を掘り起こし、水洗いする。1から2センチメートルの長さに切って、水にさらしてアク抜きした後、フードプロセッサー等で細かく刻む。天日もしくは電子レンジで乾燥させる。フライパンで強めに焙煎して、風味を出す。コーヒー同様にドリップするか煮出す。ありがとうございます。